境内の田菅沼市の母妃泉流院は愛知県新城市にある総当州の寺院。本尊は釈迦如来。三河白寺館論音十二番札所。徳川家康正教後に建立された東初圏にて東初大権現を奉仕。徳川将軍家代々の遺杯を解散道内に安置司奉仕。野田城主菅沼氏代々の母妃を祀る。干渉元年、危機案道美善寺が入山。 西街にまつわる山のいわれとその趣きに心を動かされた危機安の海禅寺が草案を構えて座禅で悟るを開き人々を導くうち落ちこちオに慕われ干渉五年書が乱が成就。岡崎市の流刑院二世、露格道と禅寺を勘定し文明二年に解散。後に三号を大道山と改める。依頼熱心な布教によって経するのが増え、七世の 世代には、全国各地に274字の文様寺院を要するに至る。住職を、五世三つ国派、六世紀越え派、七世後都市派の三派の、うち住閣を持つ松寺からの林番制を取り、海山より175代の住職により、継承されてきた、相当集中本山であって、東海屈指の名刹。明治維新の改革で、林番制が廃止になったことを受け、 住職が独住生となり、現在独十五世に至る。500年前に現在愛知県新首領市にあたる、この地に入山した危機安道海禅寺が、吉水の洞窟で座禅を続けていたところ、山国ご語ごと振動して、崩れ道中から西街が吹き出した。加えてこの時里人から聞いた、西街山という山の名称もあって、ほっ行でよく解かれる大かに因を感じたため、 分け入ってゆくと、霞がたなびいた山の渓谷は森林深く、湧き水が豊かで、水路には大西貝が生息し、沼の草むらには、おろちがうずくまっているとの言われがあった。山の風格は、ホッケ行で言われる、明の西貝山によく似ており、仏法を営むに皇敵地と見た危機案道美善寺は、沼を埋めて、草庵を構え海屋の実を常食として主観に、田差し悟りを開いた。 次第に、多くの人が教えを仰ぎ道を求めて善事に慕って、従うようになり、やがて大勢の行為により仮乱の造営に及び、土地の造成時に、沼沢の一部を残して、龍、新地と命名して、大蛇の住みかとした。また本堂裏山の湧き水を、守護小偉大明神として祀っている。書道が成就すると三号を、西貝山と命名した。天文八年。 野田城主初代菅沼定則の女性を受け、解散以来長い年月で、傷の激しくなったガランを改築。菅沼貞則は、天文10年に10世安都市前、次住職に帰依し、不審故事号を授けられた。定則は翌年、大洞山へ盆昇を寄進。天文13年の11世最々住職、三国春玉代に、定則は、野田城主二代。 菅沼忠し村に家徳を譲ると、大道山大門前に、不春前学た,たき門道場を建立し重した。天門十五年低足が病に伏せると、三国春玉は願いを聞き入れ当院に止めすず。翌春二月十四日に低足が成居すると十世、安戸市全月十一世、三国春玉十二世海岸、春里市の三道市により、永昇院殿不春元旧大古寺が提せられ、 当院に葬られた。野田城主二代目、菅沼忠史村が、大洞村を新設して、全域を、院料としたことにより、以来、三号を、大道山と改めた。後の元気四年、武田信玄が、再び来航した、野田城の戦いで、仮乱消失。野田城主三代目、菅沼忠史栄は、大旦那となり院を修復。その最低栄は、 本尊釈迦無二仏を寄進して戦死した父、菅沼貞村の追福とした、別格三国八聞こえはごと出派。ありがとうございます。